水辺の宝石と言われるカワセミ。沼や川のあるところには必ずと言っていいほど私たちの近くに住んでいます。中川原コミュニティ公園、野球場が2つ、グランドゴルフ場やサッカー場もあります。春は公園の桜が満開になり人々が訪れます。釣り人も多くいます。この憩いの広場の近くには小さな流れがあります。魚がたくさんいるので餌を求めてカワセミがやってきます。青い鳥がいます。これがカワセミ。ここには毎年子育てをしにやってくるのです。工事が始まっています。機械が大きな音を立て、コンクリートの壁が立っています。カワセミはどうなるのでしょう。この岸は毎年カワセミが巣を作り子育てをするところです。今年は岸が崩れて、このままでは巣作りはできません。カワセミは崖に穴を掘って巣を作ります。垂直な崖にはヘビなどが登れないので安全なのです。この工事は岸の崩れを防ぐのが狙いですが、カワセミのためにちょっとした工夫をしました。どんな工夫でしょうか。それは工事が完成してからのお楽しみ。工事はカワセミの子育てに間に合うよう冬の間続けられました。コミュニティ公園のあたり一帯では様々な生き物たちが生活しています。雪の原っぱにはホンドキツネが来ていました。春になりました。長かった工事も終わりました。出来上がったコンクリートの壁には穴が見えます。この穴は？そうです、これをカワセミに使ってもらうのです。でもこの穴を利用してくれるでしょうか。私たちは巣作りをしてくれることを願いながら観察することにしました。カワセミの狩りです。一瞬の狩りは成功。でもこんなに大きな魚が食べられるでしょうか。カワセミやヤマセミは捕らえた魚を叩きつけて骨を柔らかくしてから飲み込みます。鳥たちは歯がないので飲み込むだけです。大きい獲物だとこのように何回も何回も振って叩きつけます。捕らえる魚は3センチから7センチのものが多く、
水に住む昆虫やエビ、ザリガニなども食べます。叩きつけを数えていると、なんと61回もやっていました。大きな餌を飲み込んだのですが、お腹に詰まってしまわないでしょうか。カワセミは1日50匹以上も食べると言われています。消化がとても早いのでしょう。朝夕は30分から40分ぐらいで次の魚を食べていました。何匹か食べた後は骨や鱗など消化しないものを吐き出します。1センチから2センチぐらいの塊を続けて 2,3 個出すこともあります。花が咲きました。小鳥たちの繁殖の季節です。オスがメスに捕らえてきた魚をプレゼントしています。求愛給餌といって何回か続けられます。それからしばらくの間、壁の穴にオスとメスが出入りしていました。どうやらここが気に入ったらしいのです。穴からはしきりに土がこぼれてきます。はじめのうちは穴の中で体の向きを変えられないので後ろ向きに出てきます。くちばしをよく見ると先の方に土がついています。くちばしは穴掘りの道具になっています。カワセミの足が短いのは狭い穴に出入りするにとても都合よくできているのです。何日も穴掘りが続きました。外にかき出した土がコンクリート壁の脇に積もっています。くちばしでコツコツ掘った土がこんなになりました。取った魚を穴に運んでいます。どうやらヒナが帰っているようです。餌を与えて穴から出ると必ず水浴びをします。穴の中の土で羽が汚れているのですすいでいるのでしょう。魚を渡すときは必ず頭を先にします。
相手が食べやすいからです。上水桜が咲き、カワセミは穴の中のヒナに餌を運び続けています。ヒナは大きく育っていることでしょう。魚を狙っていろいろな鳥が来ています。水に潜らないから足の長いアオサギ、ヤマセミはカワセミの仲間でやや大型です。ミサゴは高い木の枝から狙っています。カワセミの住むすぐそばの公園は憩いの場として人々が訪れます。このような近くにできたカワセミのアパート、住んでくれるか心配していましたが、どうにか気に入ってくれたようです。人々は巣に近づくことはありません。カワセミは安心して暮らしています。羽繕いができるのは敵が襲ってくる心配がないからです。見慣れないカワセミがいます。体の色が間違いなく幼鳥です。親が魚をくわえていますが、すぐに与えません。親を追って幼鳥も飛びました。その後餌をもらうのですが、親はこのようにして独り立ちの訓練をしてやっているのです。今年は子育てを2回しました。1番子と2番子は共によく育っているようです。人々が憩う自然豊かな広場や、釣り人が糸を垂れる池の向こうにはせせらぎがあります。ここは生き物にとっても安心して生活できる空間です。カワセミとの共存を考えた私たちの小さな試みは成功しました。また来年もここに来てくれるよう願っています。そのためにも私たち人間はおごることなく、このかけがえのない自然を守り続けていきたいと思います。